プロ野球界の読売ジャイアンツの看板選手といえば坂本勇人選手ではないでしょうか。坂本選手はそろそろ結婚してもおかしくない年齢です。そこで今回は過去に坂本選手の彼女と噂された女性をランキング形式で紹介していきます。第7位は田中理恵さんです。田中さんは長い手足を生かした美しい演技が特徴の元女子新体操選手です。2010年のロッテルダム世界選手権では日本人女子として初のロンジンエレガンス賞を受賞しました。坂本選手と田中さんはフライデーで熱愛が報じられました。報じられた際に坂本選手と田中さんのツーショット写真が公開されていたので結婚は秒読みではないかと噂になっていました。しかし2014年の秋頃に2人は破局しています。それから2017年の1月1日に田中さんは一般男性と結婚を発表しており、2018年の2月に第一子を出産したことを SNS で発表しました。現在の田中さんは子育てをしながら様々な活動をしているね。田中さんは YouTube でチャンネルを開設しているね。田中さんが演技をする姿は美しくてかっこいいから今でも印象に残っているな。第6位は佐藤美さんです。佐藤美さんは2000年に雑誌モデルとしてデビューすると、その後は様々な分野で活躍しました。2004年からファッション雑誌ブレンダで活動し、2007年からはファッション雑誌ウィズで活動していましたね。佐藤美さんと坂本選手の熱愛が報じられたのは2008年に佐藤美さんの自宅マンションに坂本選手が入っていく姿が報じられたからでした。また2009年にはフライデーに六本木のしゃぶしゃぶデートを報じられています。2人の交際はしばらく続いたようで、坂本選手のブログにも恋人の存在を匂わすような文章もあり、お互いの自宅に出入りする姿なども撮られていました。ですがその後の2人の熱愛に関する報道はありませんでした。現在の佐藤美さんは EXILE の黒木啓司さんとお付き合いをしていることは間違いないようです。佐藤美さんと黒木啓司さんは結婚間近の関係だと言われているね。坂本選手との真相ははっきりしないけど、今も関係を築いている可能性はないだろうね。第5位は平井理央さんです。平井さんは中学生の時にスカウトされモデル活動を始めました。2005年にはフジテレビに入社し、バラエティ番組などを中心に活動していましたね。その後はディレクターの水谷裕也さんと結婚し、フジテレビを退社しました。退社してすぐはフリーランスで活動をしていましたが、姉の平井真央さんが代表取締役を務めるマネジメントオフィスデジャネイロに所属し、マルチに活動をしています。平井さんと坂本選手の熱愛が報じられたのは、2人がお泊まりデートをしたという噂を週刊誌が報道したからです。ただ平井さんが結婚するまでの交際期間は6年にも及んでいたといいますから、その間に泊まることは考えにくいですが、どうなのでしょうか。噂の詳細や出どころは分からず、お泊まりデートをした証拠も全くありませんでした。平井さんは熱愛が報じられる以前から水谷裕也さんと付き合っていたそうだよ。平井さんは2017年に妊娠を公表し、同年の10月19日に女児を出産したことを報告していたね。第4位は大石恵里さんです。大石さんは小学3年生の時に雑誌のニコラを愛読していたことがきっかけで、将来はモデルを志すようになったそうです。2010年にプラチナムプロダクションのスタッフに勧誘されてプラチナムプロダクションに所属し、2013年には日本法人設立50周年のトリンプイメージガールをモデルの高原愛さんと共に務めました。2015年から東京ヤクルトスワローズの公認サポーターを戸丸さやかさん、青山亜美さんと共に務めた経験があります。2016年3月から日本テレビ系列情報バラエティ番組ポンのお天気お姉さんとして活動していました。大石さんが坂本選手との熱愛を報じられたのは、2015年6月に発売された日刊大衆に
2人が熱愛しているとの記事を書かれたからでした。2人の関係を裏付ける内容は現在もはっきりとは分かりません。しかし噂では坂本選手が違う女性との熱愛を報じられたことがきっかけで大石さんが激怒し破局を迎えたと言われています。さらに噂には続きがあり、2015年に再び坂本選手から大石さんに対して積極的に連絡を取って復縁を懇願したそうです。二人が復縁したのかは現在もわからないね。おそらくその後二人に関する報道は何もないので単なる噂だと私は思うわ。第3位は誰のがれあけみさんです。誰のがれさんは7歳の時からモデルになることを夢見るようになり、失恋をきっかけにモデルを本格的に目指すようになったそうです。2012年にファッション雑誌 JJ でモデルデビューを果たすと、その後は多くのバラエティ番組に出演するようになりました。誰のがれさんが坂本選手との熱愛を報じられたのは、誰のがれさんが巨人の熱狂的なファンであり、その中でも特に坂本選手がお気に入りだと公言していたからでした。2013年に誰のがれさんがある番組の中で好きな人がいると告白したことから熱愛の噂に発展したようです。しかし噂を裏付けるものは一切なく、誰のがれさんも噂を否定しています。噂の影響で誰のがれさんは巨人軍のファンから厳しく非難されていたね。そのことを誰のがれさんは自身のブログで謝罪していたね。単なる噂が炎上に発展してしまったわけだな。第2位は大島優子さんです。大島さんは女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、アイドルグループを卒業後は女優として活躍しています。大島さんが坂本選手と熱愛を噂されたのは2014年3月の週刊実話で2人の熱愛が報じられたからでした。2人は同じ都内の超高級マンションに住んでおり、マンション内で密会を重ねているとささやかれていました。しかしこの時期はまだ AKB を卒業する前の頃で、卒業を発表した後だったため、このような話が出たように思われます。噂を裏付けるものは一切なく、単なる噂だったようです。熱愛が報じられた当時の大島さんは AKB48 に所属していたから、単なる噂だったんだね。確かにそうね。 AKB48 は恋愛禁止のアイドルグループだしね。おそらく週刊誌の話題作りの材料に使われたわけだな。第1位は橋本環奈さんです。橋本さんは二卵性の双子として生まれました。小学生の時にテレビに出たいと思い、母親に頼み福岡の芸能事務所アクティブ博多に所属することになりました。はじめは地方 CM の仕事が中心でしたが、2009年には事務所運営のダンス&ボーカルユニット DVL に参加しています。2013年には福岡の博多リバレインで開催されていたイベントにウェブフロム DVL のメンバーとして参加しており、そこで知名度急上昇のきっかけとなる奇跡の一枚にあたる写真が撮られることになりました。現在は大人気女優として活躍しています。橋本さんが坂本選手との熱愛を噂されたのは、橋本さんが巨人ファンだそうで、2020年の春は ZIP の企画で宮崎キャンプの取材にも行ったからでした。その後2020年8月30日に放送されたアッコにおまかせにおいて、イケメンスポーツ選手 S と人気女優が熱愛しているという話になったことで、視聴者から坂本隼人と橋本環奈ではと噂が広まってしまったようです。まあ単なる噂の可能性が高そうだね。確かにそうね。女子アナがキャンプの取材に行くと必ず週刊誌は熱愛の噂を報じるからね。おそらく橋本さんもその噂に巻き込まれた形になったと思うわ。橋本さんは現在多くの男性の心を掴んでいる女優だから、坂本選手以外にも多くの男性芸能人と熱愛の噂が報道されているぞ。人気女優だから仕方がないといえばそこまでだけどな。確かにそうだね。
人気芸能人だから仕方ないといえばそうだけど、無理やり噂にするのはどうかと思うな。それには私も同感だわ。今回紹介した女性たちと坂本選手の今後の活躍に期待しようの。いかがでしたでしょうか。プロ野球界屈指のイケメン選手である坂本選手は多くの女性と噂が報じられていますね。おそらく田中理恵さんとは付き合っていたことは間違いないですが、他の女性は単なる噂でしかありません。坂本選手と彼女たちの今後の活躍に注目したいです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。